テレビの前の全国の皆さん、こんばんは。今夜はあいにくの雨模様ですが、観客席はいつもと変わらない盛り上がりを見せています。ついに決勝を迎えました。ヨーロピアンリーグ決勝トーナメント、サラマンカ対 PSV。 今日の試合、実況担当は八塚博士、解説水沼貴史さんでお送りします。水沼さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の模様は衛星回線を通じて日本の皆さんに生中継でお送りします。実力的にはほぼ互角です。サラマンカ、激しい打ち合いになりそうですね。ゴール前での攻防は目が離せませんよ。このような戦績です。サラマンカ、見事決勝まで勝ち上がってきました。決勝戦に恥じないプレーを見せてもらいたいですね。それでは両チームのスターティングメンバーです。サラマンカ、これがスターティングメンバーです。サラマンカ、予想フォーメーションは 3-4-3 となっています。前線を厚くしてとにかく攻め勝とうという意思が見られますね。これに対します。 PSV、 予想フォーメーションは 4-3-3 となっています。今日のゲームの鍵を握ります。プラティ、調子も良さそうですし、今日も期待できそうですね。彼の素晴らしいプレーに期待したいですね。さあ、いよいよキックオフ。どのようなドラマが待っているんでしょうか。さあ、始まりました。前半45分のキックオフです。画面の左側にエンドを取りました。エビンヘ、タッチを割ります。スローインでゲーム再開です。ヘディング、決めたぞ。ダーイ、まずはサラマンカ、先制のゴールを決めました。1対0。ダーウィン、押し込んできましたね。キックオフです。これはラインを割ります。スローインになります。ボールを回していきます。スルーパス、打ってきた。キーパー弾いた。リオファーデン、一気に前へパスを出します。一気に前へ。これは薄い PSV ファールです。フリーキックで試合再開です。奪います。ブーツ、林谷、奪います。前へ、これはトップ、前へ出します。ここからどうしますか。下げます。薄い右、いい感じですよね。ボクシュ、パスを送ります。どうでしょう、これファール。フリーキックで再開します。パスを送ります。チャンスは続いている。このプレイはファールになります。角度的に少し厳しい位置から直接狙った。いやー、ゴール入った。プラティ、プラティ、このチャンスを逃しませんでした。しっかり決めてきました。落ち着いてましたね。プレッシャーに曲げてませんでした。プラティ、いやー、張り決めてきた。今キックオフしました。ここで奪いました。ここからどうしますか。これはタッチを割りました。スローインになります。どうでしょう、これ、これはどうだ。ボールに飛び込む。キーパー弾いた。
これはラインを割ります。どんな形で攻めてくるんでしょうか。このコーナーキックは大事にしたいですね。サードは PSV コーナーキックを得ました。 PSV ここは反撃のチャンスです。サードはこれは合いません。ボールを回していきます。縦へ出します。薄い。ここで前半戦が終了。サラマンカ、非常に内容のいい前半でした。そうですね、このままの調子でいきたいところです。さあ後半開始です。両チームともどうやら選手交代はないようですね。攻守が切り替わります。どうするか。つながるか。ダーイン、クロスボールが入る。チャンスです。これは少し角度のあるところからのフリーキックとなり、直接狙った、ポストに弾かれた。触ったか。ゴール入った。ダーイン、サラマンカゴールを奪います。ナイスゴール。3対0。キックオフしました。浮かせてきた。ここで奪いました。パスを送ります。これはいい形だ。スルーパス。いた。キーパー弾いた。ここで奪いました。これはラインを割ります。PSV ここで選手交代があるようです。流れを変えます。ここからどうにか巻き返したいですね。スローインでゲーム再開です。ここはカット。サラマンカ、ここからどう持っていきますか。さあチャンスだ。シュートだ。キーパー弾いた。これはうまく弾いています。団体に選手交代ですか。流れを変えます。ここからどうにか巻き返したいですね。サラマンカ、追加点のチャンスです。大事にしたいですね。さあ蹴った。ヘッドだ。キーパー弾いた。行ったか。これはタッチを割りました。スローインでゲーム再開です。打ってきた。キーパー弾いた。合わせた。キーパー弾いた。突っ込んできた。早く出したい。割って入ります。クロスを入れる。うわ入った。グラーブ。 PSV ここで1点をもぎ取ります。3対1。残り時間が少なくなってきました。スルーパス。奪った。ボールを回していきます。ファルファン。通るか。これはタッチを割りました。スローインでゲーム再開です。タッチを割ります。スローインになります。チャンスです。クリアしたい。カット。ここで奪いました。これはキーパーです。ここで試合終了。この瞬間スタジアムは総立ちです。今優勝が決定しました。選手たちが思い思いに喜びを表現しています。今までの苦労が報われたわけですからね。嬉しいでしょうね。優勝カップを高々と掲げます。よくやりましたね。選手やスタッフが一丸となった結果だと思います。選手たちの表情には揺るぎない自信と誇りが伺えます。みんなの表情が、笑顔がここまでの道のりを映してますね。おめでとう。ウィニングランが始まりました。選手も嬉しそうな表情でサポーターに挨拶しています。記録で勝ち取った優勝ですからね。この経験は非常に大きな糧になると思いますよ。サラマンカ、
高い技術と連携を見せてくれました。自分たちの良さを出し切った見事な勝利でした。